車で乗せていただいた方もね、見送りに来てくださるということになったんですが、この駅の特集でね、面白いところはもうホーム上に改札の外があるということでございますから、そこにね、改札あるんですけど、一方で反対側にはね、もうこのまま待合室もあるわけでございます。で、この待合室のところからね、こうもうドアがそのままついてまして、ここ改札の外なんですね。で、このホームは改札の中側でございますから、見送るときはですね、ただこれをこうやってね、これでこういう風にやればよろしいと、もう簡単なことですね。入場券いらずの優しい駅でございます。浜田の海のね、こう涼しい風に吹かれて列車もやってまいりました。じゃあすいません、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。どうも。で、このまま乗ればいいと、これね、随分簡単なことでございます。名鉄電車の特急ではございません。これはね、なぜか同じホームで乗り換えができるようになってますので、改札とかなくね、こういう風になるんですけど、乗り換えますのはこれは JR 飯田線でございます。高落差の高さは695メートルで、麓から1425段の石段を登ったところに宝来寺があり、本堂の近くには東照宮もあります。次は三河大野です。またこの付近の川底の岩が一枚の板を敷いたように見えることから、別名イタシリ川とも呼ばれる景勝地でございます。川の流れが清らかな晴れた日には川底まで透けて見え、雨の後にはとても迫力のある流れがご覧になれます。この川では夏には多くの人が川遊びを楽しみながら、列車が通るために手を振って見送ってくれる子供のとした様子を見ることもできます。この付近は急なカーブやトンネルが多く、長い区間を登っていくことから飯田線の険しさを感じることのできる場所でございます。で、ここから先、長野県の天竜峡までの間は飯田線が私鉄であった頃、線路工事の際に難関工事箇所で工事の担い手がおらず、北海道のアイヌから高い専門知識を持った職人を呼んで工事を行い、いくつもの大きな問題を乗り越えて線路が開通したという経緯がございます。
JR 東海飯田線の中部電流でございます。列車は8分間の停車ということで、ちょっとね休憩があったら外に出てきました。ずっと座ってるのも疲れますんでね、まだねちょっと食べないでずっと温めてました。紹介してから開けようと思ってね、これうなぎパイでございます。有名なうなぎパイご存知ですかね。こううなぎの粉を使ったお菓子らしいです。夜のお菓子浜名湖名産って書いて、なんで夜のお菓子なのか分かんないんですけど、まあそれはきっと知っている視聴者がまた動画の中で、ご指摘くださることでしょう。私はね本当は浜松でお金があったらねうなぎの弁当を買うつもりだったんですけど、6月に入ってね収益若干増えたんですが、最近動画全然出してませんので、ちょっとね今日は予算がもう2500円ぐらいしかないってちょっと残念なことになってまして、うなぎパイをね、うなぎは買えないけどうなぎパイがありますみたいなネタを考えてたんですが、うなぎパイ買えもさえも買えないというね、そういう惨状になることになりました。ところがちょうど先ほどね車を運転してくださった方が、これ私にねちょうどお持ちいただいてプレゼントをくださいましたので、これでね心を補くうなぎパイをいただくことができます。これはね私の好物でございます。ちなみにこれはね鉄道マニアの方しかねわからないと思うんですけど、まあ、マニア向けにパッと説明してきます。さっきね豊橋まで乗ってまいりました313系電車、あれねトップナンバーだったんですね。第1編成でございます。今度ここに止まってるね213系電車、これ5000番台のトップナンバーですからね、最近はね運がいいですかね。まあ、この度でね1号機に乗ったっていうのは結構たくさんありますんで、別にそんな今更珍しくないですけどね、何言ってるかわかんないという方は簡単に言うとですね、電車ってのはいろんなねあるわけじゃないですか。全部が同じような製品ですけど、シリアルナンバー1とかね、シリアルナンバー2とかもいろいろあるんですけど、シリアルナンバー1番の別の型番ですけど、シリアルナンバー1番にねどんどんと連続して乗ることができたという話でございます。別にどうだっていいんですけどね、製造番号の話をしております。飯田線の大空、またここでもね列車交換ということで、少し止まるわけでございます。この駅もね秘境駅ということで有名なんですね。有名だって言われてもね、そんな自称有名なんじゃないのって気もするんですけど、あんまり、失礼なことを言うのもやめときましょうか。この後ろにねこう大空駅舎も広がっております。広がってるっていうか、まあ、あるって感じですね。この駅舎何かに似てるでしょうってね、私もね前クイズで出されたことある、ごめんなさいね、ちょっと急いででガタガタしちゃうんですけど、このこれねなんか東京駅に似てるらしいんです。まあ確かに似てなくはないかなと。なんかね東京駅に似せて作ったんだそうです。なんで東京駅っぽく作ったのか忘れましたけど、とにかくねそうこれが大空駅のその特徴です。まあ後ろにねこんなダム港だと思うんですけどね、こんな湖も見えております。これは天竜川ではないはずですね。あんまりもたもたしておりますと、また列車発車しちゃって大変なことになりますから、さっさとおとなしく列車に戻ることにいたします。次に降りましたのは平岡駅です。平岡でも途中下車ですが、列車が14分間停車ということですから、その間にちょっとブラブラということですね。ちょうど後ろに列車が止まってるのもね見えております。ここで前ね一回降りておりますね。ここに温泉施設があって、ここでのんびりと動画作りながらね、お座敷でダラダラなんてしたの皆さんも覚えていらっしゃいますでしょうか。あの時ねこの周りの景色見えませんでしたから、一応簡単にざっとこう見てそれで終わりということでございます。
橋に到着をいたしましてね、ここから乗り換えでございますが、なぜかね、本数の少ない飯田線なんですけど、ここからはまた40分後ぐらいにもう一本電車ありますんで、とりあえずそっちに乗り換えということで、この接続列車は見送りたいと思っております。天竜橋にはね、去る3月にも一度やってきておりますけど、まあせっかくですからもう一回見ていきましょうね。あの時は冬でしたけど、今度はまあ冬っていうか、あの時もまあ春が始まってないみたいな感じでしたけど、今はもう完全に初夏の陽気ですから、その天竜橋の景色だって当然違うはずでございます。一度来ておりますんでね、どこからの眺めが一番よろしいかというのは私もよく分かっております。ね、いろいろ遊歩道とかね、吊り橋怖いとかもありましたけど、でも最初のね、この一番ちゃんと舗装っていうか整備されたね、橋から眺めるのがこの前来た時は一番綺麗なものでございました。どうですかね、あんまりね、私も前来た時の覚えてないんですけど、でも前はもっと抹茶色でしたよね。それがね、多少は緑が増えて、まあ違いがあるかなと思いましたが、一方でそんなに違うところもなんか気づかないというのはそうなのかなというような気もいたします。これはね、難しいもんですが、ね、皆さんどうですか、違いがあるように見えますか。あんまり違わないかなっていうのが正直な感想です。でもね、こうやってちゃんと光に当たってる部分だけ映しますと、やはり立派なもんですね。こうなんかね、暗くなってる方だけっていうとちょっと陰気臭いというかね、よくわからない雰囲気にはもう包まれてしまっているところもありますけれど、でもこうね、明かりが灯っているというのは、これはね、本当にそれだけで美しさが倍増するものでございます。ちなみに前回もご紹介しましたけど、天皇陛下がお食事を取ったところがあの店なんだそうですね。しかしね、今更ですけど、前にここに来た時ちょっとなんかすごいことやってましたよね、私もね。まあこの旅自体がすごいことって言えばそうなのかもしれないけど、確か出発地点が三重県の津よりも南でしたよね。津とかから名古屋まで出て、そこからね、一気に長野まで行って、それからさらに南下して、それで豊橋に出たかと思ったら夜行列車に乗って静岡まで行ったんですよね。よくあんなことやってましたね。今日静岡から来てね、ずっと列車に乗って、随分ね、久しぶりに長距離移動したななんて思うもんですけど、あの時にはもう毎日なんか異常な移動をしてましたよね。紀伊半島をぐるっと一日で回ったりとかね。最近はもうそんなことは滅法少なくなっておりますから、まあこれは最初からね、そういう計画だったんですけど。閉まってるんですけどね、これは鎌本屋さんで、当店作刀天竜橋焼き、これは稲屋名物ゆべし、蚕のさなぎ、蜂の子、さざむし、ああね、長野県ってのはなかなか食生活がすごいってのは聞いたことありますけど、どうもやっぱりそのようでございます。まあ稲子は売ってないのかな。天竜橋を見下ろしたのはさっきの向こう側の橋でね、こっちはどっちかというと天竜橋って感じではないんですが、でもここから見たね、この風景ってのはなんか私は長野県っていうとこういうイメージがありますね。特に南はね、こんな感じ、こう手前に川が流れていて、それからまあ船なんかもちょうど止めてございます。しかし奥をこう見るとね、こう山が連なっておりまして、その奥にはちょっとした町ですとか、それからそこに手前に田んぼなんかもわずかに見えると、これが長野県のイメージであります。からの列車はね、ここで折り返しになるみたいなんですね。向こうから来た列車、高校生部活帰りだったんですかね、こんなうとうとしてね、寝てまして、でも着いて2分ぐらいで折り返して出ていくようでした、この列車ね。そうするとちょっとね、これずっとまた来たのに折り返して変なところに行っちゃったら、飯田線って何時間もありませんから、その次の列車までね、大変なことになるなと思って、コンコンってね、こう起こしてあげました。起きたらね、慌てて飛び出していきました。私もね、急に起こしてもらうとね、状況が飲み込めないで、パッとね、お礼も言わないで出てっちゃうことありますから、まあこういうことはね、しょうがないことです。飯田線はね、鉄道マニアの中でも乗るのがなかなかの修行になる路線だというふうに言われております。なんでその修行になるのかっていうと、駅の間隔がね、ちょっと短すぎるんですね。でその割に路線は長大で、しかもそんなに線路の形がすごいわけじゃないから、列車は遅いと。だから山手線みたいな、ね、路線間隔で山の中に走ってるってことなんですね。だから昔私鉄だったことが関係してるらしいんですけど、すごいですよね。まあ、そういうわけですから、ちょっとね、この動画で皆さん高速再生しますから見てみてくださいね。
ましたらね、ここは飯田線の伊那大島です。もう随分ね、日も暮れて沈んだ頃でしょうかね、16時、ただいま45分でございます。この駅でまた11分ほど止まるんですね。飯田線は本日そんなもんばっかりやっております。飯田線ってね、このずっと豊橋からこれらの目的地のね、岡山で直通するようなのもあるんですけど、それ全部乗りますとね、7時間以上乗車時間あるんですね。7時間ってね、ちょっとさすがにこれは鉄道マニアでも嫌になるかなと。まあ車両はね、快適なんですけど、でもね、7時間でございますから。で、7時間って鉄道マニアじゃないと分かんないと思うんですけど、普通列車乗ってっても東京から名古屋まで行けますし、まあ、新幹線で行けば東京から鹿児島まで行けちゃうのかな。それぐらいの長時間ですね、この山あいの長野県とかね、愛知県、岐阜県とか、その微妙なところをずっと通っていくんですね。まあ、景色は悪くないです。景色は悪くないけれど、ずっと変わらないわけですから、まあ、これはもうですね、まあ、なんか勉強道具の一セットでも持っていくと、随分といろいろ頭に入るんじゃないでしょうか。飯田線ってのはね、坂道がきついことで知られてるんですね。これズームしてみますとね、あの辺りも相当な坂道なんですね。これね、鉄道マニアじゃないとわからないと思うんですけど、あの坂は相当急なんですよ。鉄道にとっては、鉄道って車輪がツルツルしてまして滑っちゃいますからね。飯田線の中に40パーミルっていう勾配がありますが、これが JR の中でも最高の最急勾配というふうに現在はね、なっているところでございます。はるばる飯田線に乗ってきましてね、長野県の岡谷に到着でございます。ただいまの時刻が8時、まあ、大体50分ですからね、乗り始めたのが何時ぐらいでしたっけ。確か向こう出たのが13時何分とかだったような気がするんですけど、それですから、まあ、天竜峡の寄り道を合わせまして大体、何時、まあ、7時間、8時間ぐらいですよね。それだけ、まあ、ここまで乗ってきたとか、飯田線は長いもんです。でもね、まあ、長いのは別に大したことないんですけど、やっぱ寒いですね。長野県の夜っていうのは寒いんですね。私ね、東京とかではね、もうこんなスーツの上着まで着てね、おかしいわけですよ。周りでね、みんな暑そうな格好した半袖みたいなのに、私だけちゃんとしたこうスーツスタイルなんですが、こう長野県はこれでも不十分なほど寒い。うわ、風吹くから本当寒いですね。さっさと逃げることにいたします。さっきのね、飯田線の車掌さんね、まあ、いろいろとね喋って、高校時代の部活で何やってんすかとか、まあ、なんでそんな話したのかって、まあ、いろいろあるんですけど、それでね、野球部でしたよとか、あ、やっぱ東海さんって野球部多いですね、あ、そう、東海はね、なんか野球部とか運動部が多いんですよとか、そういう話をね、いろいろやっていた車掌さんも途中の駅でね、お降りになられて、さっきの飯田線も途中からワンマン列車になりました。で、そうするとね、そのワンマン列車になった後で、まあ、車掌さん降りていくわけですね。で、ホームのところに行くときに列車で私が行くんで、まあ、車掌さんを追い抜いたわけですよ、この引き上げていく車掌さんね。こう手振ったらですね、車掌さんも気づいてこうお辞儀してくれました。なかなかね、こういうことがあるといいもんです。 JR 東海の車掌さんってのはね、基本的に好感が持てる。なんでなんかやっぱ運動部進行じゃないけど、運動部の人ってのはこうハキハキとしててね、喋っていても気持ちがいいもんでございます。あれですよ、私なんかね、帰宅部だったから、文化部がダメなんていうことは全くありませんからね、それ心配することございません。途中のね、中央本線の辰野から、あ、またね、私に会いに来てくださった方いるんですね。こう、こんにちはということです。中学生らしいんですけど、少ないお小遣いでね、こう、私にこんな、いろいろとね、買ってきてくださいました。いや、まあ、本当に、あれなんですけど、でもね、ありがとうっていう以上に、少ないお小遣いとかね、お小遣いをもらってなんとかやってるとか、一緒に、あ、こう、おごりますよって言って、はい、ありがとうございますとか言って、こっちも遠慮なくおごってもらう、こっちの神経も、まあ、自分でもどうかと思うんですけど、もう、買ってもらっちゃったものは仕方ありません。これ、ちなみに、あったかいお茶でございましてね、もうこの時期になりますと、温かいお茶、なんかもうお茶ってかミルクティーだけど、お茶をね、こう買うっていうことは少なくなってまいりますから、いい記念になります。長野県でね、こんな寒い思いができるというのを、これもね、散々しましたけど、贅沢な思いなのかもしれません。寒さがね、尋常じゃないんで、彼にね、もうちょっと気温調べてもらったんですよ。そしたらね、12度だったそうです。なんですかね、12度ってね。この前、北海道でね、ずっといたの、まあ大体8度とかだったんですけど、最後の方、札幌ではね、13度とか夜でもなってましたが、札幌よりも寒いし、今はもう6月になったわけですけど、なんか岡谷ってのはそんなに雪国みたいな感じなんです。12度って言ったら、まあ雪が降っても、まあおかしくはないぐらいのあれですよね。今日は6月の3日でございます。文字でできないと思うし、それは分かるんだけどね。で、あのブーツ出せたの、もう高橋先生。
まあそうかもね。中央本線は岡谷を出ますとね、長い長いトンネルに入るのでございますが、これが現在のメインルート、緑子周りの中央本線でございます。昔の中央本線はね、辰野駅を回っておりました。先ほど通った辰野駅、辰野から実は塩尻方面にも線路はつながっておりますから、ここからですね、このように来ると、このように来ると2つあるわけでございます。ここには長いトンネルを掘る必要がありますから、昔だったらばそう簡単にはいけなかったんだけど、技術の向上によってね、こんなグニャッと山を迂回していくルートではなくて、山をこう貫くルートを掘れるようになりました。その途中に作られたのが緑子駅ですが、まああまり関係はございません。そして昔走っておりました特急あずさ、それがね停車していた、またその栄えた町、先ほどの辰野、辰野には特急はもう来なくなりましたので、それでですね、辰野駅も特急あずさを呼び戻そうということで、いろいろと運動をやっていたようですが、最近それも下火のようでございます。ただし JR 東日本としても何かのイベントのたびにですね、その辰野駅を盛り上げようということは考えているようでございまして、今度も7月の頭、8月の終わり、9月の終わりにそれぞれ3度運転されます、木曽あずさ号、その木曽あずさ号もね本来必要ないんだけど、辰野駅をこうぐるっと迂回するような、そんなねルートが取られているということでございます。はい、塩尻に到着です。塩尻でね、本当はもうちょっと先まで行って本日は終わりとなるはずでしたが、ちょっとね、さっき来た方からですね、こう耳寄りな情報がありまして、別にまあそんなね、大して時間かかるわけじゃないから、ここで、もう少し寄り道ということになりました。篠ノ井線の平田に到着いたしまして、本日はここまででございます。最長往復切符の利用は先ほどの塩尻で終わっております。もう実はですね、最長往復切符の中で JR 東日本利用区間はもう先ほどの塩尻で全て終了いたしましたから、 JR 北海道に続き JR 東日本ももう利用することはないはずです。もうございません。そうですね、もうここまでね、随分と来るところまで来たもんです。ちなみにもうこの動画がね、多分 YouTube に出る頃には私大阪とかその辺にいるから、もっと先まで行ってるかもしれないですね。そんな感じになっちゃってますんで、金沢とかにいるかもしれないですね。そんな感じです。すいません、よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございましたと言いたいところですけど、最後になんでさっきに塩尻を降りたのか、実ははっきりしてなかったかと思いますので、それだけご紹介します。塩尻はね、山賊焼きの発祥なんですね。私もね、山賊焼きがどういうものだか忘れてましたが、今ちょっとね、電車の中で映したら、この新聞にくるまれたものがそれでございます。ね、ここにね、こんな大きいんですね。ちょっと箸で持つのが適当かどうか分かりませんが、一応やってみましょう。こんな大きなですね、私の顔と比べてもこんなに大きい、これで中サイズでございます。これをこう丸ごと骨のまま揚げたものが、戦前ぐらいにですね、そのやり方は塩尻のあたりで考え出されて、それが現在まで伝わっているということでございます。随分大きいんです。本当大きい。あれ、ね、800円って書いてあった。800円もすんのってちょっと思っちゃったんですよ。なんですけど、これ見てみたら、これで800円だったら十分ですね。もうこれだけで晩ご飯になります。しかもね、お店の方親切にね、持つのもつ煮込みの、おまけまでいただきましてね、これが、なんだっけ、結構やっぱり大きいですね、これもこんなに入ってます、ですからまあこれでもう私の晩ご飯、このホーム上でね、食べちゃいます。もうこの駅は無人駅ですから、駅員さんがいるということもありませんでね。では皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。いやー、ずいぶんね、量が多かったですね。さっきの山賊焼きはね、特大大中とあってね、まあじゃあ一番安い800円中にしとくかって感じだったんですね。でも中で足りるかなと思ったんですよ。他に晩ご飯買わなきゃいけない、それもなと思ってたんだけどすいませんね。いや、結構量が多くてね、本当にびっくりですよ。あんなに多いとは思わなかった。だってあれですからね、あれ、山賊焼きと、まあ、あとおまけにもつ煮ももらったからっていうのもあるのかもしれないけど、本当にもう十分満腹になっちゃいましたからね。って何当たり前のこと言ってんだろうね。もう量が十分だったって言えば、そんなこと分かってましたかね。じゃあごめんなさい、本当に、終わりになります。まあだけどここ平田ってこの前も来ましたよね。皆さんも覚えてらっしゃいますか、ね、まさかこうね、私も逆サイドからね、こう平田に来て、なんか不思議な感じをいたしますね。この前はだって柏崎とかあの辺に行ったんですが、今日は静岡の方から来たと、なんとも面白いもんです。まあこのことについてはまた明日の朝に触れたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。